はい、皆さんこんにちは、松本大樹文です。いつもありがとうございます。今日はですね、ついに完成リハ達本ということでですね、じゃん、生活リハビリの達人になろうというね、私の新刊が完成いたしました。介護現場でですね、なかなか利用者さんを元気にできない、重度化が進んでしまうとかですね、あるいはリハビリの時間なんかないよって言われたりするんですけれども、実はですね、あの日課の中でいろんな元気になっていただける場面があるよとかね、こういった工夫があるよということをね、一冊にまとめました。私はまあ生活リハビリという言葉をですね、高齢者の方を機能訓練させるっていう意味じゃなくてですね、日課の中でどんどん元気になっていただく、元気の種をどんどん見つけていくことだと思っています。例えばね、やっぱり三大介護、食事、入浴、排泄ですね。食事、入浴、排泄っていうのは、やっぱり誰もが毎日することじゃないですか。で、その中に、元気の種がたくさんあるよということをね、お伝えしていますね。排泄の環境についてね、足が地面についてますかとかね、ついてなかったら足台を用意しましょうとかね、おトイレの移り方なんかもね、だいたい L 字型手すりとかがあると思うんですけれども、そういったものを使ったりとか、おすすめの福祉用具を、ちょっと紹介したりとかね、そういうこともしていますね。時間がないとね、ギュッと起こしてしまうなんてことが多いと思うんですけれども、本人さんのお力を大切にできる置き方というのをね、一つ紹介しまして、現場でもいろいろと工夫していただけたらなと思っていますね。はい。で、ここに QR コードが載ってます。はい。QR コードがですね。はい。これを、スマホのカメラでかざしていただくと、私の YouTube に飛ぶんですね。はい。で、ちょっとこの紙面ではなかなか解説しきれていないところが、深く解説した、YouTube 動画に飛んでいますので、それをね、ぜひ現場で皆さんで共有いただけるといいかなと思っていますね。歩行介助なんかの良い悪いなんかの例を挙げて説明させていただいています。介護現場で歩行介助するときにね、こけたらあかんと思って、利用者がぐっと引きつけてね、歩いてたりする方いらっしゃるんですけど、そうすると人間っていうのはこう左右に重心移動しながら歩きますので、そういった左右の重心移動ができにくいよとかね。はい。で、そこの QR コードに飛んでいただくと、私の自信作でね、長嶋茂雄さんをゴジラ松井が介助したっていうですね、オリンピックの開会式の映像を解説して、YouTube に飛んだりしてですね、さらにこう歩行介助、介護現場での歩行介助というものをこう深く考えていただける、そういう仕掛けになっていますね。例えば54ページにも、歩行介助のことが載っているんですけれども、いろんな介護の専門書ではね、紹介されてないんじゃないかなと思うんですけれども、五感を大切にする、はい、五感っていうと、嗅覚とか味覚、触覚、聴覚ね、資格ありますよね。そういったものを、フル動員、総動員すると、例えば、こうやって、1212ってね、声かけして、聴覚と触覚をちょっとね、刺激して、歩行のリズムを、伝えるとか、あるいは職員さんも1212、ちょっと大げさに足踏みすることによって、視覚的なね、ことも伝わると。はい。そういうふうにですね、感覚器官がちょっと弱くなっているね、高齢者の方に、いかにこう分かりやすく届けるかっていうことね。はい。で、利用者さんにもそうだし、これはやっぱり介護現場の職員さん、はい、チームになっていただきたいので、チームでこう納得して、ああ、それがええなって言って、こう介護に、取り入れていただくっていうね、そういうこともできたらなと思って、この本で分かりやすく紹介しておりますね。これも清和園の職員さんが、こう、なんかこう、ピンクレディみたいでしょ？こう、二人でね、こう、ペアで体操、転倒予防のおっとっと体操なんかをね、してもらったりしていますけれども、これも、QR コードで飛んでいただくと、私がよりわかりやすく解説している動画に飛んだりとかもしていますし、あとはですね、こういう福祉用具、はい。福
福祉用具もやはりもっとね介護現場で使われたらいいのになというような福祉用具ね、これ床まで降りる車椅子トライメイトだったりとか、おトイレの介助がしやすい、乗り付けさんであったりとか、持ち上げずに移乗しやすい膝タッチ C だとかですね、はい、一銭ももらってないんですけどもね、こういうもっと普及したらいいなという福祉用具を私なりに、厳選して紹介いたしました。で、これはですね、私のこれから始めるリハ達講座というですね、リハ達というのは生活リハビリの達人、略してリハ達なんですけども、リハ達になっていただこうという講座を始めますけれども、それの公式参考書になっていますので、リハ達に参加いただく皆さんはぜひね、手に入れていただきたいですし、リハ達に参加はしないけれどもっていう方もね、ぜひ現場に一冊、お家に一冊、ご両親に一冊ずつという形ですね。ぜひ、手に入れていただけたらなと思っている本です。はい。どうぞ、私の新刊、生活リハビリの達人になろう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さようなら。私ですね、オンラインサロンを始めました。オンラインサロン、まつりはラボと言います。日本が世界で最初に迎える超高齢社会を楽しく生きよう、共に学ぼう、成長しよう。介護はクリエイティブな仕事です。オンラインサロン、まつりはラボ、一緒に楽しく学んでみませんか？